ゲストは、タマキンスカイウォーカーさんです。タマキンスマタで抜こうか。タマキンスマタで抜こうかさんにお越しいただいて。わかんなくなっちゃうけど、いいよ、ほんとに。いや、もうそれでやっていくってことはもう。タマキンスマタで抜こうか。ジェダイの末裔として。ジェダイの末裔でいいよ。なんで質問来なくなると思う。いや質問来てるから。あ、来てますか、うん、あ、すいません。ラジオネーム東北自動車道上宮、竹野内豊さんって本当に包茎なんだけど。ほら疑われてるじゃないですか。でもさ、そう言っちゃったから可愛くない、そっちの方が。いや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 、絶対ダメですよ。だから、はい、豊はもうズルズルですよ。ズルズルかな、はい。そうか、そうですね、まあそうか、あれぐらいの男になると、はい、そういうもんか。それまでさんもかな、反町さんの方がこの可愛げがあってですね、可愛っぽいよね、はい、奥ゆかしい感じの方がいいと思う、はい、なんかそうする。反町さん確かそんな感じする感じするっていうのはいいことなんか分かんないですけど、でもいい意味でね、いい意味ですよ。先白くて中赤い感じ。新生じゃねえかよ、もうそしたら全然向いてねえんじゃねえかよ。全然普段擦れてないじゃん。うう赤子色じゃないですか。竹内豊さんが本気かどうかは、はい、俺らの想像だから、まあそうっすね、はい、願望であってほしいなっていう俺の願望でしたから、はい、これは本当でも何でもないです、うん、武田鉄矢さんって俺興味あるんだよな。え、武田鉄矢さんの鉄矢の部分ですか、うん、いや絶対あいやうわいやでも絶対方形じゃないですか。ほら、さつまいも芋版ってあったじゃん、はい、芋版みたいな実行してるの。全然まっすぐじゃない、あのゴツゴツとしたね。ちょっと太くて、はいはい、すげえしっくりきますね。おお、先っぽもあんもうハンコみたいにパッと平らでさ、はい、もうボッコボコのあのね、そういうパール埋め込んだみたいなボッコボコのやつですよね、だと思うんだよ。全然違和感ないっすね。良さそうだなと思って。おお、今度仕事したとき聞いてみますわ。聞くなよ。お前来て何言ってんだ。怖い方の武田さん出て終わりだよ。何言ってんのさっきから。おっかないんだよね、あっちから。ラジオネーム虫犬。江口洋介の芋を食べるなら何をつけて食べたいですか。サラッサラかな、ロン毛な。いやでもあれ上があんなサラサラってことしたらもうその反動でグニュグニュでしょ。もうすごい江口さんがサラサラなんて何十年前だよ。あえてサラサラにしてなんだから下はもう反動が来てますよ、ね、はい、何つけて食べるかだよね。でも本当オリーブオイルとかでいいんじゃないですか。いやだ素材がいいからちゃんと楽しまないと。竹山さんとは全然竹山さんはそれはだってそれはもう味付けしないとダメですよ。オリーブオイルだけ、オリーブオイルと塩ぐらい、はい、もう全然足さない方がいい、それもったいないです。もったいないもったいない。そうだね、う俺でもやっぱお酢だな、お酢に、うん、つけて、ちょっとお酢につけてだな。でもなんかお酢にずっとつけといてそのあれしたいですね、ピクルスみたいにしたいですね。ビネガー本当食の本当食長い間楽しい。ずっと食べる前提で喋ってる。ずっと食べる前提で喋ってる。CM 中でしょ。いや CM じゃないんですよ。これ流れてるんですよ。これは流れてるんですよ。なんだよそれ。でも言ってやるそれ。食べるのに対してのカズレーザーのなんかそのな食べるわけないでしょみたいなのもないし。いやいや聞かれたら困るな。どうしようかなから入ってるし。お互いにいやこうだろうああだろうってなってる。関係者聞いてたらね、なんかよかったら送ってくれたらありがたいですけどね。だから食べる前提っていうのがまずって思っちゃうんですけど、我々みたいなね、お酢じゃなくて俺すげえあのチョコのサシャみたいに編みたいっすね。いっぱい集めて。それうまいな。絶対うまいよ。編んで、あ、それ絶対うまいと思う。うん、いや塩気のあるチョコかな。編んで軍艦みたいにしたいな。ああいいね、まあ、いいね、いや、うん、いいね、全然ついていけないんですよ。女子高生みたい。いや女子高生みたいじゃない。全然そんなことない。それなーノーマルなんだよ。江口の芋それなそれなじゃないんだよ。ちょっとあんた LINE で、そうやり合ってください。それは個人的なことになっちゃってるからもう、
ダイやってないんですやってやれよじゃあじゃあ交換すりゃいいじゃないか初めてクイズ来てます、はい、ねラジオネームロヒ肉これ知識人ならわかるかもな、うん、あらイチロー選手は神戸に滞在している時は収録で牛タンを食べるそうですへお店ねある特定の店に行ってなぜ週7ではないのでしょうそれはさすがに飽きるんじゃないですかイチローといえどもシンプルな理由尽きるじゃないですかイチローさんってまあね、はあ、そういうことブーだよブー、一問も答えられてないからねイチローさんは全然興味ないですほんとごめんなさい興味ないって言うなよ全く俺知らないんですほとんどあのよく打つ人だなっていうイメージしかないんですよイチローさんは絶対包茎いや、俺は俺自信ある。一郎さんは俺、どっちでもいいっす。どっちでもいいって言うなよ。だってそういう目で見てないですもん。スーパースターだから。いやいやいや、だってそういう目で見てないですもん。あ、スポーツ選手あんまり？あんまりですね。そう。でも野球選手がそんな興味ないです。そうか、野球とかそんな見ないんだよ。はい。だから一郎さんがどっちでもいいっすね。どっちでもいいですね。だからもうその答えも別にいいっすね。聞かせるから。聞かせるからってなんすか？なぜ週7で食べないのか。お店が、月曜休み同じ店しかも行かないですねなるほどあ牛タンが好きなわけじゃないですねそこの牛タンが好きっていう何がクイズ得意だよ誰がキャスティングしてんのもう一時の上地雄介みたいな役割やってんのクイズ番組でおバカみたいな見たことするのとかないな送ります今度ミラクル9に溜まってるやつ宮崎美子さんと早押し対決してるしだけ編集して送りますからいやー俺も待ってよ見たことない全然だって一ももだからねラジオネームハリケーンミキサブロー小沢仁さんがフィリピンにプライベートで行った時、はい、トイレで用を足していたところ何者かに銃を突きつけられました、どうやってこの危機を脱したでしょう小沢さんですもんね、うん、小沢さんクラスなら、うん、自分で持ってたから反撃できたんじゃないですか拳銃自分の持ってた銃で反撃やばいだろいやでもなんかそのイメージあるんですよそういうのなんで突きつけられてるから見えてないじゃないですか、うんうん、それが一目で思っちゃったか分かったんじゃないですか、うん、あなるほどね、はい、あれ小沢さんってチャカなんか持ってる捕まったんでしたっけあれ違いました小沢さんは捕まってねえ捕まってないですかうん捕まったらなんだ木村和也さんとかああ勝新の息子とかああそうああいやよく掘り返されるんですよ忘れてんだから人間忘れてることをわざわざ掘らなくてもいいんじゃないそうそういや結局気になったんでこれもね違いますあら答えは用を足している最中だったので相手の B さんに小沢さんの正面がかかって相手がわーっと下を向いた瞬間に銃を取り上げて銃を解体した嘘だよ小沢さん嘘言うからなすげえあ一瞬でフィールドストリッピングですねガチャガチャガチャって外す漫画だよ絶対嘘だよそんな俺銃突きつけられたあたりから嘘だと思いますけどねフィリピンも言ってんじゃねえかないい加減で武勇伝言いそうだもんなだってこの前俺六本木で小沢さんすれ違ったろマスクしてた俺もマスクしてたから無視したんだけどめちゃめちゃでかい声でさ結膜炎になっちゃってよ電話誰と電話してるのか知らないけどさ結膜炎になっちゃってよもうでっけえ声誰に言ってるのアピール強いアピールですよね結膜炎になっても俺は六本木行っちゃうんだぜって言うと結膜炎になっても俺はもう遊んじゃうんだぞっていうさすが男小沢仁ですよかっこ悪いよ逆にさすがっすねかっこ悪いよ小沢さんなんかさあということでねどうなんか
最近はどうですか、なんか気になることはないんですか。あれだけコメンテーターやって立派に凝らしてるみたいですけど。いや、コメンテーターって言ったってなんか流れてる部位に対して一言二言言うだけの仕事ですからね。簡単な仕事だもん。ああ、簡単な仕事だもん。誰でもできる仕事だよ。マジで誰でもできる仕事だよ。そんなことはないでしょ、そんな。そんな、いっぱいいるんだから。いやいや、コメンテーターやってる人は。マジで6のやついないから。いや、そんなことないよ。すぐになくなる仕事ですよ。AI が発達したら一番最初になくなる仕事なんだから。やめろよ。なんで俺がやめろよって言わなきゃいけないんだよ。いや、そうですけどもね、うん、なんかメールもいろいろありますか。 ありがとうございます。なんかみんな頑張ってくれてるね。なんか無理やりにでも奮い立たせてメールも送るで送らなくてもいいですよ。ほんとね、ラジオネーム代打俺レイザーさん、質問です。ちょっと古いね、ごめんなさい。あ、まあまあ昔のまあ、まあ、あの頃の、はいはい、あの頃の、はい、もし今芸人やってなければ何の職業について見たかったですか。ないもんな、だって取り柄がないや、まあまあそうですね、今となってクイズも今奪われましたからな。クイズって感動も今外しましたし、 V 見てコメント言うぐらいのことだから。そうですね、誰でもできる仕事しかやってないですから。難しいんですよ、それが。なんか持ってないんだろ、資格。資格持ってないっすね、俺。マジクズだ。いや、クズでこんだけ食えてたら、まあ立派なんですよ。本当だよ。借金もせずに頑張ってますよ。なんけ、どこだっけ、同志社大学だっけ。あ、はい、ね、大学行ってました。はい、何か専門だったの。あの、小学部で、まあ、マーケティングとかやってましたね。ああ、いや、そうなんだ、はい、じゃあマーケティング、まあ、あんなん誰でもできる学校ですよね。マーケティングなんてね、あんな何やったの。右から来た情報を左に流すだけの仕事ですからね。ムーディーじゃないんだ。本当に何な、それだけ、芸人だけ。いや、まあでも実家が、まあ、農業やってたんで多分継いだりしたんじゃないですかね。そうか、うん、何作ってんの。いちごとか作ってます。いちご作ってだけ赤いのか。かわいいな、お前。ごめんなさい、すぐ、玉金。あ、すいません。カズレーザー改め、玉金スマタで抜こうか。なんかちょっとまだね、思い切れてない。最後のジェダイです。玉金スマタで抜こうか。最後のジェダイじゃないよ。いや、ほんともうこれを機に僕解明してもらって。もう解ですか。なんでもう。お迎えしてやっておりますけどね。なんかだから結局やっぱりじゃない方芸人ね、何にも特徴がないっていう。田舎帰っていちごでも、まあ、そこまで言われるならね、まあしょうがないです。もう特徴なんか作るしかない。田舎帰っていちごでも作ってろっていう声がいっぱい飛んでますけど。あ、もうそんなに。もう来てんの。みんな思ってたんですか。もう来てんの、そんなに。さっき言ったばっかりだろ。そうですか。なんかね、得意なもの見つけてあげたいっていう思いはあるんだけどな。やっぱりいろいろとあるけど、なかなか。いやいや、強情は強情だからな。いや、クイズ、クイズ得意ですから。それはもう。何言ってんすか。いや、はい、で、カズレーザーさんまだいけるんでしょ、暇だからね。スケジュール切ってやるからいけんすよ。20時22時がちゃんと切ってやるさ。あ、そうですか。そうです。まだということで、暇だから来てよ。俺喋ってるんですか。暇だから来てちゃう。来ちゃうよ、いっぱい。そういうことじゃない、芸人が。深緑山木とか来ちゃうよ。暇だから。誰も知らないんだから。言うな、もう放送禁止用語だぞ、山木なんて、お前。あ、そうなんだ。それは知らなかった。何言ってんだ、おい。聞こえないぞ。なんでコンサート来たのに全然聞こえないじゃないか。